皆さんこんにちは、ダンカマンヨシです。そしてケイシロウです。2回目登場です。というわけで、そう2回目やけど、はい、まあこれは今後も定期的にやっていきたいね。はい、そうね、うん、てかやっぱこの間の動画で結構反響があってね、やっぱりなんていうかな、バスケットのその部分をやっぱ気になってる人は絶対多いよ、うんうんうん、だから本当この間の撮影してよかったと、うん、ありがとうございました。ええ、こちらこそ。だから今回は第2回目の企画ということで、まあ本当はね、前も言ったようにスキル関連の企画とかいろいろやっていこうと思ってるんですけど、今回はまだトークの2回目ということで、まあ、やはり自分のチャンネルは NBA のことを扱ってることが多いから、確かに今回も NBA 関連でいこうかと思ってて、僕の浅い NBA 知識やけど、なんと今日はじゃじゃん、これをね、ヨシに今ね借りてるんでね、最近の NBA の事情をねしっかり勉強した上で今日はトークさせてもらおうかなと。もうこれで宿題やってきた。宿題をしっかりやってきました。やってきた。でもやっぱこれ久しぶりに見ると、えこの選手 ここに今おるったみたいな感じの人が多かった。あ、えフリーエージェント、えみたいな。本当最近 NBA 思うのは、昔と比べると選手の移動率が高すぎる。高いし速いね。このえみたいな、えそこそこみたいな、去年までここだったのに、そうそうそう、えみたいな、そうジェームス・ハーデン、クリッパーズみたいな。そう、当時そのコービーがどこに行くとか、ジョーダンがどこに行くとか、そのチャールズ・バークレー、まあ、彼は移動したけど、そんなに高頻度でなかった。そうね、この選手はここっていうイメージが強かったよね。強かった。もう最近はでも、はい、レブロン、キャブス、ヒート、キャブス、レイカーズ、KD に立ては OKC。そうね、KD があんなに動くとは俺は思わなかったね。KD はなんか OKC の、まあ、最初ソニックスだったっけ、緑のめっちゃ昔のユニフォーム。ああ、ソニックスね。そう、シアトル、ね、そうそう、シアトルから OKC になって、うん、おっ、そこそのまま行くんかなと思ったら、うん、えみたいな、ブルックリンみたいな。いや、ウォリアーズ。ウォリアーズからブルックリンやったっけ。そうそう、ウォリアーズ、ブルックリン。だからすごいよね、うん、追いつけてない。なんかそのロールプレイヤー的な選手で移動していたケースは昔から結構あったと思うんだけど、そのもう殿堂入りコースの選手がね、今かなり動いてるから、 そこはちょっとね、びっくりというか、あの、まあ、それも時代の流れってことで、それにしっかりついていって勉強しないと、うん、そのなんか率なんかも調べてみる企画なんかもいいかも。あ、確かに。あの偉大な選手75人だったっけ、うん、あの中の多分もう最近の選手とかほとんど動いてる。例えば今回リラードが動いて、確かに彼入っとったもん、ね、入っとったウエストブルック動いて、うん、そう考えたらやっぱカリーは動いてない。カリー動いてない、動いてないね。ちょっと今後動きそうな人とか、そう、あるいはもう動かなさそうな人とか、俺は多分ヨキッチあたりは多分もうナゲッツで終わるんじゃないかなと思ってるけどね。そう、そのイメージが強いもんね、うん、ヨキッチ、ヤニスあたりは球団が離さんと思うし、うん、でもヤニスに関しては俺が出ていきたいっていうパターンも、ていうか可能性も俺はあると思う。そこはやっぱ詳しいヨシにね、うん、聞いて、もう皆さんもしっかりこのチャンネルを見て、あの僕と一緒に勉強していきましょう。ていうか多分視聴者さんの方が詳しいと思うけど教えてください、ぜひ。いや、もうたまにびっくりする、もう視聴者の人がもう的確なツッコミを俺もされてされて成長してきたっていう過程があるから、あの前回のね、あの動画もあのコメントもしっかり僕も読ませてもらって、うん、ありがとうございますっていう感じなので、ぜひコメントよろしくお願いします。そうね、コメント欄で堤啓志郎のことを大堀時代から見てましたとかあったけど、嬉しいやろ。めっちゃ嬉しい、うん、やっぱその同世代って言ったら同世代やったんだけど、うん、そこにやっぱ刺さってくれるの嬉しいし、うん、で僕のチャンネルがちょっとこれ余談やけど面白い話が、うんうん、僕のチャンネルの、 その視聴者さんが見てるやつをちょっと見たら、うんうん、30、本当同じ世代、30から30、40代の9割 90% 多いってことね。めちゃくちゃ多いです。だからまあその世代には俺たちのトークは刺さっとりますよね。なのであの女性のね、皆さんもぜひ見てください。本当やね、ちょっと誘ってほしいよね、はい、その以外のそれ以外の、まあ、女性であり、ね、年齢層であり、はい。というわけで今回ちょっとやっていきたい企画は、またそのね、堤啓志郎のこれまでのバスケキャリアを生かした企画をやっていきたいと思ってて、それはズバリ啓志郎が考える日本人が目指すべき NBA 選手
そこをちょっと見ていきたいと思ってて、例えばね、NBA 選手のもうバネがありまくる、例えば、ね、そのアイバーソンであり、やれ、ウエストブルックであり、はい、日本人、彼を参考にしてって言われても、体の作りが違うから、ちょっと参考にすべき、もちろんその見習うべきポイントはたくさんあると思うんやけど、その参考にすべきかと言われると、ちょっと。もっと別にいるんじゃないっていう感じになってくると思うから、そういった意味でちょっとケイシロにね、そこを聞いてみたいなと。僕でいいんですか？もちろん、もちろん。もうなんかね、でも好きな選手と目指すべき選手ってまた違うもんね。違うもんね。でも見ててすごい選手もおるし、でも果たしてじゃあプレイヤーとしてこの動きができるのかって言われたら、もうね、いきなり俺がじゃあマイケル・ジョーダン目指したいですってなったら多分めちゃくちゃ難しいと思うし、じゃあ無理やんか。ジョーダンのダブルクラッチを、はい、参考にしてって言われて、そう、まずそんな飛べないしみたいな。そう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 、でもその可能な範囲でね。そう、やっぱそういう選手ってでも一回言うとめちゃくちゃ俺やっぱり世界最高峰のバスケのプレイヤーで、みんながみんなアスレチックかってなったらそうでもないし、やっぱすごい IQ 高くて、この選手絶対参考になるなっていう選手は、まあ僕の個人的な見解で今からちょっと紹介させてもらおうかなと、お願いします。ということでこれをしっかり使っていきたいと。これはねもうすごいっすよ。じゃあ1人目僕はポイントガード、ニューヨークニックスのナンバー11、ジェイレン・ブランソン。ジェイレン・ブランソンです。この選手は僕は見ててわあすごい、でも身長もあれですよね、ここに書いてあるの188センチ、うんうんうん、っていうことは日本人でも188センチのポイントガードって、まあ、いなくはない、いなくはない、うん、で別にかといってこの選手ってめちゃくちゃそのアスレチックで、例えばジャモラントみたいなダンクするで、ポイントガードではないよね、そっち寄りではない。そうで、この選手を見たらすごい、もう第一ポイントはやっぱそのスピードの緩急、緩急っていうとなんていうかな、速かったり遅かったりっていうので相手を翻弄するのがめちゃくちゃうまい選手で、まあレフティだっけ、レフティだよね、多分レフティ、レフティ左、あ、レフティで、なおかつもうアウトサイドがうまい、しかもミドルロングレンジもうまいし、スリーポイントも、で得点が取る、やっぱキャリアハイ48点、取るもんね、取る。でもこれをやっぱ NBA でやっぱこれ改めて見させてもらったけど、キャリアハイちょっと異常よね。まあ、異常。みんな48点、50点とか。最近の傾向が、得点をちょっとリーグ側が取らせてあげようとしてる感じがあるから、そう、もうちょっと。それの時代かな。だから、まあ、話も脱線するけど、やっぱディフェンスの強度がやっぱ昔は強かったとか、結構議論されてたよ、その、90年代のディフェンスと、今のディフェンスとか言って。ハンドチェックが、ね、そうそうそう、どうかとかあったり。まあでもそれを置いといて、もこの選手、ジェイレン・ブランソンは日本人ポイントガードが目指すべき選手の一人ではあるかなと思います、ね、やっぱりそれは、まあ、オフェンスに関してはさっき言ってた緩急であったりシュート能力であったり、そこはやっぱりその努力でね、練習でそのちゃんとやったらね、多分そうですね。だから、そのなんていうかな、もちろん努力とかで例えばスピードを速くしたいとかもちろんあった、でも多分ベースが多分まあしっかりあると思うけど、その相手を抜き方とかをすごい参考にした方がいいと思う。抜き方この選手はやっぱりそのいろんな、なんていうかな、自分の空間を持ってるって感じ。例えばわざと引き寄せてちょっと抜くみたいな、自分のペースで、ペースっていうのがすごくもう参考になる選手。なんかルカもそれに近いものがあるよね。そうだね。なんか自分のペースで、サイズもあって体もあって、もうルカワールド、あれは確実に。でもっと言えばヨキッチワールドも、ヨキッチワールドもユーロワールドみたいな。そうそう、じゃあタイプは似とるってそういう意味だよね。そうの、最近だから昔のデリクローズとかいうタイプではない。あ、もうピャンピャンピャンって感じじゃなくて、能力任せではなくて、そう、スピードの緩急、これはもう日本人が、こういう選手のポイントガードって日本人なかなかおらんと。おらんと思う。それはなんでやと思う。知らないってこと、単純に。なんでだろうな、それは知らないっていうこと。でも多分見てる選手は、こういう選手を参考にしてやってる選手もおるかもしれんし、でもやっぱりそのスピードの緩急っていうところがもう格別にうまい、もう
なんていうかな、簡単に言うとカクカクカクじゃなくてニョロニョロニョロ、うまいバスケ、うまいうまい、うんうん、うまいっていう感じ。なるほどね。なのでぜひ皆さん、参考にしてください。僕の一人目は、ジェイレン・ブランソンでした。はい、ジェイレン・ブランソン。じゃあそれでは2人目いきましょうか。行きますか、うん、じゃあページちょっとここはねもう決めてるんでね。でもこれは次はすごいまたそれみたいな感じと思う、うん、行きますよ。はい、ドゥドゥン、ゴールデンステイトウォリアーズのドレイモンド・グリーンです。ドレイモンド・グリーン、ドレイモンド・グリーンです。ここでグリーン、そうみたいな、多分みんな思ってるかもしれないですけど、あんなトラッシュトークできるみたいな。そうそう、まずね、そういう、まあ、そこのキャラクターを置いといて、まあ、バスケットだけで言うと、まあ、もちろんドレイモンド・グリーンって多分でも198ない、もっとでかいです。なんかね、そのいつもビッグマンやってるってイメージもあって、うんうん、でかいやつも守ってるイメージがあるから。そう、でも、うん、俺が思ったのはやっぱりウォリアーズのその試合とか見ると、うん、もちろんなんかポイントガードとかもおるかもしれんけど、うん、コート上で結構ドレイモンド・グリーン起点にオフェンスシステムがこう構築されたような気がする。彼を中心に、中心に、だから彼はやっぱポジション的には4番なんかな、よく出る4番とかパワーフォワード、ね、4番 で、まあ、たまに5番やるみたいな感じ、だからストレッチ4みたいな感じで、だから今のバスケットにおいて確実にそのドレモンド・グリーンが何がいいかって言えばパスができる、あ、うまい、彼を起点にパスしてスコアさせるためのパスをする。だからあのドレモンド・グリーンが自分でももちろんスコアできると思うけど、うんうん、まあそうスタッツ的にめちゃくちゃ点取ってるって感じじゃない、うんうんうん、そうなんね、だけどそのチームオフェンス、うん、チームオフェンスのためにドレモンド・グリーンが遂行してできるって、うんうん、それを僕はその日本人で例えばどっかの試合を見た時にそういう4番のポジションの日本人がやってるのを見たことがあんまない。そこは参考にすべきだと、した方がいい、日本人のビッグマン、例えば B リーグとかであったらやっぱり4番、うん、5番っていうのは外国籍選手の、うんうん、多いね、そう、うん、多いんだけどっていう4番5番っていうのはどっちかというとスコアする、うん、やっぱりスコアに頼ってる選手が多いと思う。あ、スコア、だけどそこで例えばそういうドレイモンド・グリーンみたいな選手が日本人でできたりしたら、うん、すごい需要があると思うし、そのプレーメイキングをさせてみて、そうだから実はポイントガード的な要素がある、うんうん、だからバスケ IQ も意識すべきっていうか、そのコートを組み立てるじゃないけど、そこもね、だから今日本そうねところで見たところでそういう選手がいればもっとこうもう回るっていうか、うん、面白いバスケとかできると思うし、需要がめちゃくちゃその選手が増えると思う。まあ、これは時代の流れもあると思うんだけど、なんかもう昔は一昔前というか、もう俺たちがもう何やったら高校とか中学の時はさ、もうポイントガードが試合を作るのが鉄板じゃないけど、そういったポイントガード、ウイング、センター2人みたいな、うんうんうん、それが教科書じゃないけど、そうね、それが多分ちょっとやっぱ変わってると思う、それがちょっと概念が変わってきてる感じあるよね。もうファイブアウトっていう時代が結構今来てると思うし、うん、だからそれこそ4番の重要性がこれはすごくできる、うん、かつ今多分4番でもやっぱアウトサイド打てる選手も多いと思うし、うん、日本人は特に4番でアウトサイド打てる選手も多いと思うけど、あとはそこのプレーメイキングができる選手が増えたら、うんうん、すごいんじゃないかな。あとはトラッシュトークも一緒。トラッシュトークで俺はね、このグリーンのディフェンスもかなり評価してて、ちょっとそのあたりはどう、日本人が真似ていくか上で。いや、もうそこももうヨシが言う通りであって、うん、今全部話したのって、うん、まあオフェンスファーストの話をしたけど、うんうんうん、実際やっぱディフェンスってのは絶対バスケットについてくるわけで、ついてくる、でもやっぱり4番のポジションで日本人選手が、まあ、2メーターないぐらい、198ぐらい2メートルないぐらいしたら、やっぱりセンターもつけ、ビッグマンもつけるし、ウィングもつける、ましてやガードとかつけたらめちゃくちゃすごい需要が高いと思う、まあ、だからビッグマンだけではなくて他も守れるような柔軟性が必要となってくるじゃないけど、うん、でもやっぱ今最近まあ僕が見る限りやっぱスイッチディフェンス多い、あ、多いね、うん、ってことはやっぱりスイッチしてもガードにつかなきゃいけないみたいな、ビッグマンがそこでつけなかったらもう使えないみたいな感じ、そう、やっぱそこが結構今重要されたとこかなと思って、だからぜひドレモンド の試合を見て、なんかそういう
視点で見るともっと面白いかもしれない。スリーポイントも打てるというのは大きいよね。大きい、うん、でも最近あんまり打つ、まあ、パーセントは打つ3割、まあうん、高くはないね、うん、けど打てるよね、うん、彼は打てるってイメージがあるね。確かに別にない、うん、打てないっていうことはない、うん、ないない。だからもう本当に重要、オールラウンドっていうのが多分今からなんだね。めちゃくちゃ重要さだと思う。なんか本当にそれこそ時代のあれでね、それこそ昔ながらのビッグマンのドゥワイト・ハワードだったりとかは、そうね、まあ、彼は本当にちょっと10年ぐらい前のバスケだったらビッグマンとしてね、おーってなっとったけど、その時代の流れがあって、そのゲームの組み立て、プレーメイキングだとか、外だとか、そのディフェンスにおいても極力そのガード、フォワード、センターいけるっていうことができないと、ちょっと今の時代の NBA では厳しいよっていうところがあると思うんだけど、そういった意味でハワードとかね、ちょっと取り残されちゃった感あるよね。確かに。でもこれめっちゃまた面白い余談の話だけど、ハワード去年台湾リーグ行ってました。行った。で結構俺台湾リーグ見るの好きで、見とったら、めちゃくちゃガードみたいなことしてたよ。しとった。多分ちょっとそのリーグ NBA じゃないから、ちょっと自分がっていうのもあると思うけど、リバウンドは半端なの、20以上3ポイントも打ってたの。ありえないでしょ、 NBA で打ってなかったよ。まあでもまあそう、まあ、第一線は見てる、うん、でもやっぱ僕らの時代の昔のパワーフォワードっつったら、やっぱそれこそさっき言ったチャールズ・バークリーとか、はい、カール・マローンとか、カール・マローンとそういうゴリゴリごつい4番みたいな、その手のタイプの選手が生きる時代ではなくなってきてるのかな。確かにそれはやっぱあるよね、うん、でも逆になんか俺はそこの選手をもう一回出てきてほしいっていう、あ、俺もある、それはある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 よね。ゴリゴリのなんかもう爆弾しかしませんみたいな、うん、そういう選手が出てきてみたいという願望はあります。なんかもう時代が明らかにその大きいウェンバンヤマであったり、そういう人たちがね、外からもできて、ね、ハンドリングもあってっていう時代、なんかめちゃくちゃな時代になってきて、昔じゃ考えられなかったもんね。考えられない、あんなでかい選手が、ボルボルのね、父ちゃんぐらいの身長じゃない、もしかしたら今メンバーやばって、ね、2m20 以上かな。だからその選手がアウトサイドとかするんだよ。ちょっと見ましょう、早速224 224。いや、そのさ、おるやん。俺もその NBA じゃないけど、その、うん、ね、なんかセミプロみたいなアメリカの選手ともたくさん関わってきて、うんうんうん、やっぱりそのただ大きいって選手は正直ゴロゴロおる、ね、2メートル10超えてる選手とか結構な頻度でおる。日本じゃおらんやん、あんまり。それはちょっと探してみらんと、ね、でもアメリカやったら結構ストリートレベルででかい選手おるんよ。GDM とかにもおるよ、ね、おるでもこの動きは絶対しないでしょ。でもそれが現代のバスケで、その高さだけでいけるほどちょっと甘くないっていう時代っていうか、その感じになってきてるっていうのもある。確かに突入してるわけよ、もう新時代が。そう、確かに怖いですね。怖いですね。じゃあそういうことで、ちょっとあと3人目くらいまで聞いておきましょう、はい、じゃあこれもうラストで